皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3。現代、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー・ボリューム3。監督と脚本は、ジェームズ・ガン。主な出演は、クリス・プラット、ゾーイ・サルダナ、デイブ・バウティスタ、など。アベンジャーズの一員として世界を救ったものの、愛するガモーラを亡くして失意に暮れるクイル。彼が率いるガーディアンズの前に、銀河を完璧な世界に作り変えようと企むハイエボリューショナリーが出現し、ロケットに命の危機が迫る。というストーリー。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの第3作にして、マーベル・シネマティック・ユニバースの第32作。ガン監督によるガーディアンズシリーズ独特の世界観は健在で、アクションと笑いと少しの暴力の絶妙なバランスはさすが。これまでの話にとらわれない方向性にストーリーを持っていきつつ、おなじみのメンバーの話には一区切りをつけて、新メンバーも入れた事象を期待させるまとめ方には満足。前2作だけでなく、ホリデースペシャルも事前チェックしておくとさらに楽しめる。ということで、評価は。Thumbs up.